思い通りにことが進んだり、願いが叶いやすい月ですので、具体的な目標設定がとても重要となります。皆さんこんにちは。松本翔雄先生のアシスタントをしております、亀吉二号と申します。この動画では、2024年5月の運勢、ラッキースポットやラッキーフード、吉方位などについてお話しさせていただきます。聞き流すだけ、見流すだけで5月の運勢や開運行動が分かるようになっていますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは2024年5月の九紫火星の方の運勢についてお話しさせていただきます。九紫火星の方の5月の運勢は中吉運です。朝日が昇り、徐々に見晴らしが良くなってくるように、あなたの運気も開けてくる時期です。運気が開けてくると、あなたの望みが叶ったり、思い通りにことが進んだりしやすくなります。今月はこんなことがしたい、この人と仲良くなりたいというように、具体的に目標を設定してみましょう。将来こうなりたいという中長期的な目標もいいですが、5月は短期的な目標の方がいいでしょう。できれば今月中に達成できそうなゴールを見つけてください。これがいい運気の流れをつかめて、成果を引き寄せるポイントとなります。ただ当然のことですが、何も行動を起こさなければ成果は上がりません。運気がいい時に特に行動を起こさなかったり、なんとなく過ごしてしまう人がよくいます。これではいい運気が目の前を流れていても、その運気を捕まえることは難しく、悪い場合は運気の低下を招いてしまいます。運気がいい時、運気が悪い時によって行動を変えていく必要があります。特に運気がいい時は、普段よりも、そして周囲よりもたくさん動く必要があります。目標やゴールを見つけることができたら、そこに向かって全力で前進するようにしましょう。またチャレンジ精神も運気を上げる重要な鍵となってきます。やりたいと思っていたこと、できそうだと思ったことは進んでチャレンジしてみてください。前向きな気持ちでチャレンジすることは、5月の運気をサポートする大きなエネルギーとなりますよ。5月の金運は中吉、対人恋愛運は中吉、仕事運は中吉、健康運は小吉となっております。コロナ禍で特に注目する点は対人運です。あなたに協力してくれる人が多かったり、新しいご縁が期待できる月です。特に周囲からの協力は大きな活力となりそうです。自分一人では達成できそうにない仕事も、仲間の協力で突破できたり、どこかに遊びに行く場合でも素敵な場所に友人が案内してくれたりということが多そうです。協力してくれた人たちへの感謝の気持ちを忘れない、これがとても重要となってきますよ。対人運が上昇しているときは、周囲との関係もうまくいきやすく、トラブルも少ないですが、関係性をさらに強化することも可能です。時間があれば食事に誘ってみたり、どこかに遊びに行ってみるといいでしょう。1点注意していただきたい点があるのですが、5月は少し神経質になりがちです。家族や友人たちの行動に対して、普段なら気にならないようなことが妙に気になってしまいやすいんですね。気にしているだけだと問題はありませんが、口に出してしまうと対人運は低下してしまいますので、ここだけは注意するようにしましょう。5月のラッキースポットは森や林です。九紫火星が開座する東には木という意味があることから、森や林に行くと運気が上昇します。できるだけ樹齢が長かったり、大きい木が生えている場所がいいですね。九紫火星の方が5月にこのような場所に行くと、気持ちがすっきりし、リラックスできたり、いいアイデアが湧いたりしやすいと言われます。この後お話しする吉方位にこのような場所があれば、ぜひ足を運んでみてください。5月のラッキーフードは海鮮丼です。九紫火星が開座する東には新鮮という意味があります。そのことから、新鮮な魚介類がたっぷりともらえた海鮮丼は、豊かなエネルギーと幸運を象徴しています。5月は海鮮丼を食べて運気を活性化させましょう。5月のラッキーカラーは青です。ビジネスや学びの場にラッキーカラーを取り入れてみましょう。ノートや文房具に青を取り入れることで、金運や仕事運が上昇しますよ。こちらでは私亀吉2号がおすすめするパワーストーンをご紹介しております。パワーストーンとは、特別な力が宿っていると信じられている天然石や鉱石を言います。
自然の中で数万年の時をかけて作られるパワーストーンには大きな力があると信じられてきました。こちらでは今月皆さんに力を与えてくれる、そして厄災などから守ってくれるパワーストーンをご紹介いたします。今月ご紹介するパワーストーンはスモーキークォーツです。スモーキークォーツは透明感のあるブラウンの色味が特徴のパワーストーンです。九星気学の考え方で、その月の中宮の星が持つエネルギーを活用することで運気を安定させ、いい気の流れに導いてくれると言われます。2024年5月は自国土星が中宮に開座しています。自国土星の本命石はスモーキークォーツですので、スモーキークォーツを持つことで運気アップの手助けとなるんですね。スモーキークォーツは穏やかなエネルギーを放出し、不安や混乱を取り除くことで心や精神を安定させてくれるという石です。また周囲をめぐる気の質も穏やかにしてくれることから、人間関係の安定、家族運の上昇などの効能もあるといい、非常に人気の高い石です。この機会にぜひ手にしてみてはいかがでしょうか。神宮館オンラインショップでもスモーキークォーツを使った商品をいくつか販売しております。ご興味のある方は概要欄からご覧ください。5月の吉方位は残念ながらありません。吉方位がないからといって何も行動してはいけないというわけではありません。行動を起こすときは気をつけて慎重になることを忘れないでください。ちょっとした心がけで回避できる厄災もあります。ただし暗検察の方位に大きな行動をすることだけは控えてください。暗検察に向かって旅行をすると旅先で事故にあったり、引っ越しをすると新居に不備が見つかったりと、自分では回避しにくい災難に遭う人が多くいます。5月の暗検察は西南方位です。西南方位に向かって旅行をしたり大きな買い物をしに行くような行動は極力控えるようにしましょう。5月は自国土星が中宮に開座している月ですが、自国土星は田舎や田んぼという意味を持っていることから、今回の背景像は皆さんの運気が上がるよう願いを込め田んぼを撮影してきました。こちらもお楽しみください。以上が2024年5月の九紫火星の方の運勢です。最後までご視聴いただきありがとうございます。神宮館では運気を上げるための開運法を知りたい、人生なかなかうまくいかないなどのお悩みを松本翔雄先生による鑑定という形でお受けしております。松本先生とお話しすると元気が出た、笑顔が増えた、前向きな気持ちになれたという声をお聞きします。誰にも相談できず悩んでいる方や落ち込んでいる方は、一度松本先生に相談してみてはいかがでしょうか。直接松本先生に会って相談する面談での鑑定や、電話やズームでの鑑定も行っております。ご興味のある方やお申し込みはこちらまでお電話ください。この動画を見て面白かった、参考になったよという方はいいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録をしていただいている方は、このベルのマークをこちらにして通知をオンにしていただくと、神宮館 TV が動画を配信するとすぐに通知されるので便利ですよ。ご質問や今後こんなお話が聞きたいなどのご要望がありましたら、コメント欄にご記入ください。 X や Facebook で毎日の運勢を配信しております。こちらもチェックいただければ幸いです。 LINE での情報発信も始めました。定期的に開運に役立つ情報や松本先生からのコメントなどをお届けします。概要欄に URL を記載しておりますので、ぜひご登録をお願いいたします。それではまた来月お会いいたしましょう。